あ、ネオル。今のうちに行けるのでは。いや、起きるって。それじゃあ、冒険に出発しよう。お宝が俺たちを待ってるぜ。すごいな、行動力が。なんか当てはあるんかな。お、体重や、体重、命の体重。何の会話しようやろ。なんかあれやね、猫と豚、ウーロンとプーアルみたいな感じ。ドラゴンボール。君たちは羽が生えてるんだから大丈夫だろ。あ、逆にこっちの船がどっかに流されよるって可能性があるんか。なんかめっちゃ綺麗。若干霧が虹色やった。なんか危なくない？霧に包まれたよ。ん？でもなんか、ん？なんかある？この辺りにこんな小島なんてあったっけ？なんか遺跡みたいなところに来たよ。お、動かせる。結構降りるな。ワクワクするな。お宝あるかな。なんかあれやね、ちょっとこの移動しよるところを見たら、なんだよ、行き止まりかよ。何？ドラクエビルダーズみたいな感じかな。ちょこ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 この吹き出しが出てきてみたいな。これスイッチじゃないの？ほら、めちゃくちゃわかりやすくスイッチあったけど。やった！開いたぜ。ん？どこがどう開いとるけど。あ、そういうこと。なるほどね。なんだ？二重になっとって、手前が、ま、なんかあれってこと？あれってこと？踏みっぱなしないと降りちゃうんだ。じゃあなんかその辺のでっかい岩とか乗せて。そうだね。え、その辺転がっとるし。兄貴、そのスイッチ踏んどいてよ。その間に俺が向こうの部屋を見てくる。え、それ行くとしたら神の方じゃない？行くのは女の子の方先に行かせんやろ。危ないように。モンスターとかおらんの？俺の出番だ。あ、バトンタッチした。かわいい表示が。かわいい。あそこにもスイッチあるな。でもこれ入れるんかな。と、あれ、ん、あ、めちゃくちゃ浅い。水の上走ることができるんかと思った。そんな忍者みたいなね。でこれ、おー、すげえ、こんなとこまで登れるやん。これもまた押しっぱなしじゃないと。あれ、そっち、そっち側が開くんや。進む方が開くんかと思った。ん、おい、あれ見てみろよ。あれ、あっちも開いた。何あれ、日本の鉱石。え、探検。ほんとや、刺さっとる。もしかしたらすごいお宝かもしれないぞ。これで俺たち大金持ちかも。でも持ち帰ったら絶対バイキングのおじさんたちに取られるよ。あの動物たちここをしてたみたいだけど、本当何者なんだろう。まあいいや、早く探検を引っこ抜こうぜ。探検は2本あるみたいだから、俺とマヤで1本ずつだな。楽しそうだな。もうサキサキ行くやん。んで？ちょ。あれやっていいの？わかんねえな。話しかけてみてもわかんねえな。なんだこれ、抜けないの？あ、なんか光よる。おお、二人同時じゃないと引き抜けんってことか。でもこれでお宝ゲットだな、兄貴。あ、
か喋り出した。喋った。失礼ね。あんたの方が分かるようになっただけよ、その探検の力でね。探検持っとったら話分かるんや。僕はこっちのキュートなガールにするブ。思っとった感じと違うな、喋り方が。こっちはまあこんな感じかなっていう。おいおい、お前たち何者だよ。だけどまだほんの子供だブ。本当にこの二人が伝説のお宝ハンターなんだ。さっきの喧嘩しよる時とかもずっとこんな感じで喋りよったわけやね。こっちが分からんかっただけで、言葉が。いざかの地へ出発。なんだこれ。なに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 、なんかすい…え、剣が。兄貴、まあ今剣よりも命の方が大事か。兄貴、小さい頃にも離れ離れになっていたのか。閉じるよ閉じるよ。あれどうするん。一人で行くなんてずるいぜ。俺も行く。おなら最初から吸い込まれとけよ二人で。お、オープニングムービーか。ドラゴンクエストトレジャーズ。ん？あれ、オープニングムービーなかったんや。え？ね、モンスターでかくない？え、モンスターでかくない？あんなん？いや、カメとマヤがね、いくら小さい頃の話といえども、モンスターの大きさおかしいと思うんやけど。みんな寝てんな。大丈夫？起きて全員で襲いかかってきたりせん？これは？遺跡で引き抜いた探検が地面に刺さっている。あの時の。どうやらこの探検はマヤと一緒に飛ばされてきたようだ。探検を引き抜きますか。まあ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 。これが初期の武器になるって感じかな。よしよし。マヤは竜の探検を手に入れた。ここからは何、マヤを動かしていく感じか。ずっと探検を伝って不思議な力が体にみなぎるのを感じる。ところで兄の神はどこに行った？ひとまず出口を探そう。あれよね、出口。でもなんか、あの扉の向こう側にもモンスターおるんやけど。やだなぁ。あ、ネオル。今のうちに行けるのでは？いや、起きるって。いや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 、ガサツか。扉は固く閉ざされている。どうすれば開けられるだろうか。この子さっきなんかそこで寝よったよね。なんか一匹だけ赤いスライムおるなとは思いよったんやけど。リボンついとるやん、かわいい。このピンクのキュートなスライムは何やら困っているようだ。何？宝箱？あたりをキョロキョロして探し物をしているように見える。ん？かわいいな、まつげ長いね。何か落とし物をしたのだろうか。一緒に探してあげよう。仲良くなった。キュートスライムのスキラリンが仲間に加わった。キュートスライム？何その種族、かわいいんだけど。そんな種類がいるの、スライムに。そもそもスライムがキュートなんやけどね。なに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 、なに、目が光った。ん？バツ印。なんと、マヤにはキラリンの落とし物のありかが見えた。それがなんかさっき言った。なに？なんかあの豚手の子が言った。
伝説のなんちゃらかんちゃらみたいなやつの能力。なぜか前にはキラリンが見ている落とし物の場所のビジョンが見えるようだ。先ほど手に入れた探検の力かもしれない。ビジョンを頼りにキラリンの落とし物を探そう。仲間のビジョンでお宝探し。お宝の近くにいると仲間モンスターの目から見た隠されたお宝のありかをモンスタービジョンで見られるようになるぞ。 L プラス B でビジョンの確認と切り替えができるぞ。周りの風景とビジョンを見比べて隠されたお宝を探し出そう。あの罰印がってことよね。 L と B。 目覚めの泉に隠されたお宝で、あの罰印のところに宝物があるってこと。なんか木の根っこっぽいのがあって、ハスの葉っぱ、あれは滝か。周り全部滝だ。木の根っこ、これじゃない。ハスの葉っぱこんな感じやったっけな。え、こんな感じか。え、とりあえず、あ、ハスの葉っぱが結構さあるところが限られたんやないん、これ。ここか。あ、え、なに、近づいたらこんな感じになるんや。え、めっちゃ見つけやすいやん。あ、長押し、はい。近くまで行ったらこうやってやね、勝手に教えてくれるんならめちゃくちゃ楽な気がする。あったー、金色の宝箱。スライムジュエル、キラリンが大切にしている宝物。キラキラと輝いており、特にスライムに好まれる。やったぜ、イシシ。はい、ゲットしたよ。どうやら見つけたものはキラリンにとっての宝物だったようだ。よかったね。キラリンはとても喜んでいる。何、こういう感じでモンスターたちの大事なものを探していくゲーム。一緒に宝物を探したお礼にキラリンが扉を開けてくれるかもしれないぞ。キラリンを連れて開かなかった扉まで行ってみよう。ふんふん。ここだね。仲間になっとんか。体力表記が。どうやって開けるの？隙間から出てなんか鍵取ってきてくれるとか。え、え、なんとキラリンは扉を壊した。ほら、め、騒がしいよ、開け方が。大変大変だ、ニャゴス様にご報告だ。起きてしまったやないか。しかも誰か呼びに行ったよ、ボスらしきやつを。お、左下に、なるほど、仲間ができたらあんな感じで表示されるんやね。あれか、ニャゴス様って尻尾がポタポタしうる。世界中のお宝は全部俺たちのもの。この大地のお宝も全部俺たちのもの。俺たちは雷鳴とどろくギンギーラ空賊団。ダサいな名前が。キャプテンニャゴスだ。幹部、ボスってわけじゃないのか。お宝ロマンの求道者ニャゴス。ようこそ我らが空賊団へ。ふるわしのマイハニー。おっと、ハニーは目覚めたばかりで状況がわからないという感じだな。ハニーはこのファスカル島の森で倒れていた。それを俺様が発見したんだ。どこ、ファスカル島、そんな地域なかったけど。そして新たに探索できる場所が増えてるっていうことかな。そしてそのキュートの姿を見て一目惚れしちまったのさ、マイハニー。というわけだから、ここはハニーの庭だ。安心してくつろいでいいんだぜ。ここはどこですか。ここは俺たちニャゴス一派のキャンプ。ファスカル島に築いたお宝探しの拠点さ。ほう、ファスカル島があるこの辺り一帯はたくさんのお宝が眠るという伝説の地なんだ。そのお宝を手に入れるため俺たちははるばるこの大地までやってきたのさ。お宝探しはロマン。俺たちギンギラ空賊団はここを拠点にザクザクお宝を手に入れる。ゲットしたらハニーにプレゼントするからくつろいで待っていてくれ。にゃははは。悪いやつではないのか。とりあえずこっちに危害は加えてこん。
感じやね。え、人がおる。ニャゴスの話はともかく、アリの神のことが気がかりだ。